ヤネちゃん、2021年も終わりよ。ほらだ、もう2022年になっちゃうじゃない。年が変わるぐらいでそんなはしゃぐなよ。さあ、カウントダウンに行くわよ。嫌だよ。なんだよこれ。さあ、カウントダウンが始まるわよ。5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。バー、お、すげえ。さあ、次は初日の出を見るわよ。いや、もう帰って寝たいんだけど。バカね、年越しそば食べて待つのよ。お母さん起きて、初日の出だよ。ほんとひどいな、このお母さん。ヤネちゃん、おみくじよ。ここに書いてあることが本当に起こるから、ちゃんと読んで新年を過ごすなよ。はい。大吉だ。どれどれ。おお、いいこと書いてあるじゃん。お母さんは大不況。ま、おみくじなんて信じない方が身のためだわ。さあ、初詣行くわよ。うん。ナイトでビクロイできますように。お母さん、そんなにお願い事しすぎると良くないよ。1000万円もらえますように、ショッピーのライブがVIP席で見れますように、ショッピーにファンさせてもらえますように、 CD がちゃんと全部買えますように、 CD を全部。やめちゃん、お母さん。ほら、バチ当たった。この前撮ったクラス写真。誰誰？なんであんた隅っこにいて半目なのよ。おかしいわ。校長先生に言いに行くわよ。校長先生、ちょっと話があります。あ、柳介くんのお母さん、どうされました？この集合写真、なんでうちの子隅っこなんですか？しかも半目で。これ、撮り直してください。もういいって。撮り直せって言われましても。いやー、ほら、撮りますよ。見てください、あんたも。はーい、じゃあ笑って。ちゃんと可愛く撮ってよね。はい。こちらが完成品です。あー、すごいじゃないね。うん。はい、じゃあ体育の授業始めるぞ。ほら、大丈夫？全然大丈夫だよ、怪我もしてないし。レン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 。え、ヤネちゃん？おう、あなた大怪我してるじゃないの。え、全然怪我なんてしてないよ。ちょっと、うちの子大怪我してるじゃないの、あんたのせいでしょ。医者料要求するわよ。いや、でも怪我はないようですが。ん？ちょっとあんた見せなさいよ。ほら、大怪我するじゃないのよ。早く救急車呼びなさいよ。てか、医者料よこしなさいよ。俺の母親は物理攻撃はおろか、毒や武器を使っても倒せない。そこで俺は半信半疑ではあるが、呪いを頼ってみることにした。絶対お母さんを呪ってやる。なんだか寒気がするわ。あ、あったかい。くそ、呪いも効かないのか。坊や、呪いをかけたいのかい。あんた誰？私は黒魔術師、呪いをかけるプロさ。
なんかうさんくさいな。呪いを教えてあげるからここに来なさい。それじゃ。おい、ちょっと待って。試してみる価値はありそうだな。ここかな。あら、いらっしゃい。本当に呪いを教えてくれるの？これを食べなさい。なんだこれ。それを食べれば呪いが使えるようになるよ。だけどその代償として、これで呪いが使えるのか。試してみなさい。ただいま。いでよ、自爆に。あら、なんか急に体が重くなったわ。イエーイ。すごい、お母さんにはあの自爆霊は見えてないのか。疲れてるのかしら。ハーゲンダッツでも食べよう。よいしょ。あー、こっち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 。あれ、なくなってる。あんた何がおかしいのよ。あれ、体が動かない。少し休んだ方がいいんじゃない。マッサージでも行ってくるわ。今日もすねのマッサージでよろしいですか。今日は全身よ。最近体が異様に重いの。よいしょ。かしこまりました。力加減はどうですか。気持ちいい。全然効かないわ。もっと強くやって。かしこまりました。もっとよ。もっと。全然効かないじゃないの。もう二度とこんな見てこないわ。一体私の体に何が起こったのかしら。ん？何よこれ。この匂い、やれちゃんの仕業だな。匂いからするにあっちの方ね。僕は盆栽小学生聞いた。僕は頭が良くなくていつもバカにされる。お前また名前間違えて0点だったのかよ。ねえ、キータくんのおバカ。うんち漏らした。うっさー。何が始まるの。私の名前は浜井、バンカラ小学校の先生だ。こんなのは日常茶飯事。適当に怒って適当に済ませて早く帰ろう。はい、じゃあもう来た。うち。そこだから。おい、何して？教えてやれ。この問題間違えてますよ。ガーシーは二乗できません。ああ、別に足し算だからどっちでもいいだろ。職務怠慢ですか。教育基本法第2条で幅広い知識と教養を身につけ真理を求める態度を養っておりますが、先生は真理を怠慢でねじ曲げるんですね。もういい。自習でもしとけ。やった、遊ぼう。イエーイ。みんな僕をバカにしてくる。あ、うんちもいつも漏らしちゃうし、もう最悪だよ。なんだ。私はうんちの悪魔だよ。え、悪魔の力を貸してやろう。悪魔の力。それがあればみんなはお前のことをバカにできないだろう。あ、欲しい。正直なやつ、バカにされたらその力がお前を助けるだろう。うわっ。
あれ？彼女にも振られて、こんな安月給で晩まで働かされて、教師なんて散々だよ、チクショー。俺にはリッチャーしかいないよ、リッチャー。リッチャー好き、リッチャー好き、リッチャー好き。はい、漢字テストの結果です。また明日。ま、こんなの簡単だよな。ねえ、私も満点。俺もな。お前全部のクソって書いてるじゃん。ねえ、おっちょこちんすぎ。またバカにされた。